食器は料理の着物。北王子ロサンジ人。私はどうして陶磁器並びに漆器などを作るようになったか。皆様、大方はご存知のことと思いますが、私は料理を始めてから、ここにこうして釜を築き、陶磁器並びに漆器類を自ら作っています。 なぜ私がこうして当時政策に熱中して自ら手を下すことにしているか、傍からご覧になると、はなはだ物好きすぎるように思われましょうが、本人の私はこれが当然であると思っているのでありまして、今日はお土産話にその理由を一言申し上げてみたい。いずれも料理道の専門家であり、大下でおられる皆様を前にして料理の話をいたしますのは、いささか失礼になりますが、 しばらくはご有名を願いたいと思います。仮に私が申してみますれば、料理も刺身なら刺身で、包丁のさえとか取り合わせのつまの色、あるいは形、そういうものを大切に注意しますが、それはどういうことかといえば、そうすることによって料理に美しい感じを与え、全体としてみれば、料理がそれによってうまくなるからに他なりません。こういうふうに、 料理において尊ぶ美観というものは、絵とか建築とか天然の美というものと全く同じでありまして、美術の美というも、料理上の美というも、その元は一つで同じ内容のものであります。そこで、料理そのものを美化すると同時に、皆様が毎日注意しておられる料理を盛る器も、あれこれといろいろに苦心が払われているのです。料理を問題とする人は、勢い、 食器をも同等に問題とする。これが当然の成り行きであります。というのは、私の見るところでは、今日一つとして見るべき食器が生まれていない。それというのも、料理業者及び料理人の食器に対する関心が不足しているからで、良い食器が生まれてこないのであります。料理業者とか料理人こそは料理をやる人であり、従って食器を預かる人ですから、 こういう人が食器に対する関心を高めるなら嫌でも良い食器が生まれてくるでしょう。俺の料理はこういう食器に盛りたい。こんな食器ではせっかくの俺の料理が死んでしまう。と昔の茶料理のようになってこそ初めて良い食器が注意され、おのずと良い食器が生まれてくる。食器を作る人がそれに応じて高い美意識から立派な食器を作らねばならぬようになる。 こういう次第で良い食器の出現を図ろうと思えば、料理業者や料理人が正当業者を率いるのでなければならない。結局、食器を使う業者の無関心ということが、今日料理上食器の不信をきたし、良い食器皆無の因を成しているのであります。一方、たまたまある食器名器というものは、いずれも個人の作ったもので、今日ではそういうものは、 一個の美術品として骨董品になってしまっている。そこで料理を根本的に進め、本格的なお膳立てをしようと思えば、どうしてもそれらの骨董品でも使用するか、力ずんば自ら画刀を作るより他はないというのが現状であります。あえて私が正当に携わった動機であります。さて、いよいよ自分から陶器を手がけるとなると、いくら何でもデタラメでは良い食器はできない。 まずすぐ気のつくことは、個人の名作について学ばねばならぬ。たとえそれが傷者であっても、名の通った者には実に学ぶべきものが多い。それがため、私は勢い、そうした個人の作品をできるだけ手元に置いて、自ら正当の手本とし、参考としなければならなかったのであります。朝鮮、中国にわたって、多くの当時研究を試みたのも、皆そのためであります。 それが積もり積もって、ついにこのような参考館まで作ったようなわけでありまして、そういう意味で私の収集は一般の収集と異なり、いずれも直接正当のための参考であり、直接料理のためのものであります。さて、これは陶器に限らず、絵でも字でも、また料理でも同じことでありますが、例えば包丁を持って魚を切る。すると、その切った線一つで、 料理が生きもし死,死にもする。気の利いた人がやると気の利いた線が包丁の後に現れ、俗物がやると俗悪な線が残る。これは単に刺身包丁が切れるとか切れないとかいうことでもなければ腕が良いとか悪いとか言うのでもありません。それはその人の問題であります。要するに上品な人がやれば上品な線になり上品な姿を表します。 書などではこれがことにはっきりわかるものでありますが、料理でも同様であります。私などそれで非常に苦しみます。自分が本格に収容していないと、いくら職人的に熟達したところで本格のものはできないからであります。これを要するに、書でも絵でも陶器でも料理でも、結局そこに出現するものは作者の姿であり、 よかれあしかれ自分というものが出るのであります。一度このことに思い至ると、例えばどんなことでも他人任せということはできなくなります。全く本当のことが分かってくると恐ろしくてよたはできないのであります。そこで私はこの釜場では少なくとも自分の名のつく策は何から何まで自分でやっているのであります。 ご覧の通り、あの大釜で一度焼くには、なかなか多くの仕事をしなければなりません。先刻ご覧の当時はすべて私の作ったものであります。世間では私は非常に怠け者のように言われていますが、こういうふうに仕事をしておりますから、決して怠け者ではございません。余談はさておき、これも結局は料理道に目覚め、ものをうまく食うために他なりません。 単に食うというだけであったら太鼓のように木の葉の上に乗せても良いのでありますがそれをより以上に持っていくためには容器を選ぶ必要が起こります食器と料理はどこまで行っても離れることのできない密接な関係にありますこの両者は夫婦のような関係にあると言えましょう事実古来幾多の缶が示されて今にその例が残っています 一生連れ添う女房がどこの馬の骨でも牛の尻尾でも良い何でもあるもので間に合わすというのでは向上がなく百年不作を免れないでしょうそこで料理をやる人は食器を勉強しなければいけないこの点を私は特に強調したいのでありますそうしてこそ初めて日本料理が本格になってくるのであります 現に、氷定にせよ、わらじ屋にせよ、やおぜんにせよ、後世まで名をなした料理屋は、皆祖先の諸行がそうであります。だから今もなお、氷定のように昔流儀でやると、何か感じがいいのであります。これらの祖先が、いずれも分別をわきまえ、指揮権の高い人々であったがために、子孫までちゃんとその看板で飯を食うことができるのであります。仮に、 子孫の腕や注意力が鈍ってきたとしても、看板を削ることによって飯が食っていけます。もっとも祖先の看板ばかり削って食っていたのでは、たとえどんなに厚い看板でも、だんだん削り取られて薄くなってしまいますから、そう長く生きるわけにはいきませんが、ともかく後世まで名をなすような祖先を持った料理屋は長くその徳に預かります。一口に、 中国料理は世界一と言いますが、中国料理が進んでいたのは明代であって今日ではない。それはどうしてかというと、中国の食器は明代の食器が一番美的に優れているからです。食器が優れていたというのは、鳥も直さず料理が進んでいた証拠でありましょう。しかるに、新代になるとだんだん退化して味が悪くなっている。 したがって料理も退化してしまったのであります。こういうふうに長い目で見ると食器の悪いのは料理の悪いことであり、食器の良い時代は料理の進んでいた証拠と見られます。だから私たち料理を作る者が本当に良い料理を作るにはどうしても良い食器美術を必要とするわけで、業者は陶器作家を弁達し教育してどんどん美しい食器を作らせるようにしたいと思います。 今日、一般の料理人の風潮を見ますと、少し魚でも作れるようになると、すぐ一人前の料理人になったつもりで、もう他のことを帰り見る糸間もないように見受けられます。真剣に料理道を考えます我々は、これではならないと切に感じる次第であります。また、これを何とか向上させていきたいというのが、私の祝願でもあります。以上。 大変大雑把な話をいたしましたが、このことは何も立派な高級な料理屋などに限ったことではなく、おでん屋ならおでん屋なりに、やはり面白く有意義にやれるのであって、玄関一つ定裁作るにも、水一つ巻くにも、同じ精神でなければならない、と思うのであります。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、 北王子露三人という方の食器は料理の着物というエッセイを読ませていただきました。えー、以前もね、カンナと女という作品を読みましたけども、まあ、その時も感じましたが、彼の本当に細部までこだわるその,あの美的センスというか、そういうものを感じましたけどもね、今回もその料理、料理だけではなくて食器も含めての料理なんだというところがね、本当に細部まで非常にこだわる精神が感じられたかなと思います。 そしてね、これを読み終えるとあの、実在するね、料理屋の名前もいくつか、えー、出てきましたけどもね、そんなね、えー、素敵な日本食が食べたいなっていう気分になりましたけども、いかがでしょうか。今日はですね、一つお知らせしたいことがありまして、えー、最近僕、ポッドキャストというものを、えー、中学校時代からの友人と始めまして、えー、週に1回水曜日の夜に、えー、配信という形で、えー、やっております。 朗読とはまたちょっと違うんですけどもまあ、ラジオ番組風に2人でいろんなテーマについてこう、えー、深く掘り下げて語り合おうというね。まゆるーくやってる番組です。ぜひね。そちらもあのリンクを貼っておくんで、あのご興味ある方はチェックしてくれたらなと思います。で、まあその彼とも話していたりしてで、自分もまあもしね。このまあ、このチャンネルかわかんないですけども youtube を通じて何かしらのこう？映像付きで配信なんかもできたらなってゆるく考えているので。 えー、もしかしたらそういうこともできたらなと思っております。というわけで引き続き、えー、ご視聴よろしくお願いします。